当に2年連続ね、いやもう4連敗で、やっぱり菅野で負けたら負けるか、まあ、みんな言ってました、自分もそう思ってましたけど、やっぱりその通りになりましたね、パ・リーグは、まあ、自分はもうパ・リーグ出身ですから、パ・リーグは強いんだというふうには、力の、まあ、実力パーっていうふうに言ってましたけど。パ・リーグのピッチャー、どの球団でもやっぱりみんな早いですよ。それでよく言ったのは、もう本当に調子が良かったら、どんどんインコースで突っ込んでくる、力のあるボールで来るよ、うん、パ・リーグのピッチャーと、セ・リーグは割とこう、かわす、昔からそうですけど、パンパン追い込んで、かわし変化球で取るっていうのは非常に多いんですけども、うん、その違いじゃないかな、パワーピッチャーの差っていうか。バッターがパワーがどうのこうの確かにみんなあるんですけど、それはもう巨人の選手もソフトバンクの選手もみんなプロですからパワーあるんです。それをうまく捉えれるか捉えれないかの差で、やっぱりまっすぐをこの速いこのピッチャーの速いボールを狙っていって、やっぱそれをポイントがずれてファールになってしまってる。うまくいった時にソフトバンクをカバーンと捕まえる。いやこっちは巨人は捕まえに行ってる分がちょっとこう負けてるなというのは、まあ、その力のボールの差かなという、だからもう極端に差はないんです、紙一重なんですけども、それを飛ばせるかブチッとファールする、甘いボールも結構ねやっぱりソフトバンクのピッチャーありましたけど、やっぱりファールになってしまってるんですよね、うん、これをしっかり捉えるか、だから意外なところでポコンとホームランを、だからカンカラカンカラそのヒットを打たれてヒットを打たれて点取られたら2試合目かな、あれだけで他のゲームはそういうむちゃむちゃ差はないんですよね、接戦でしたから、まあ、だから負けた方の競技は悔しいでしょうけど、やっぱその甘いボールを飛ばせなかった、捕まえることができなかったでしょうね、だからソフトバンクのピッチャーは後から来るピッチャー、どのピッチャーも150は平均ずる、こっちはセ・リーグの方は意外と後から来てもその早いなという感じはしない、ね、見慣れてるというかね、パ・リーグの方はその差はないかな、それからやっぱり違いというのはだから走塁、守備、もうこれがやっぱりみんなどっかでちょっと負けてましたね、それは、ランナーになりました、ヒット打ちました、すぐサードへ行くのがソフトバンクで、もう好きあらばみんなそれから打ってファーストまでの全力疾走、うん、それはやっぱりみんな走ってましたし、あの遅いスパイレンでもね一生懸命こう走ってましたし、ね、あれはもうシーズン中と変わらない、プレーですよ、でみんながやっぱり自分がここで何をせなあかんかいうの、まあ、サインはあるんだけど、サインは次ここで何が出るな、こんな出るの違うかなと思って自分はこう野球してたですけれども、それも同じようなことを考えてやってるんちゃうかなって、あここでは次俺このサイン出るん違うかなと思いながら打席でこう見て、ああやっぱりなとか、守りなんかでも、うん、コロッと日本シリーズ短期決戦は一番怖い、何が起こるかわからない、最後までわからないって言うんですよ、本当にね、わからなかったんですよ、だから守る方、打つ方、ソフトバンクの方が上だったかなって。 DH 制はいいところだった、ああいうね、やっぱり強さの気持ち、うん、まあ、去年もそれで DH 制がないからまだだとかいろいろあったんですけど、今年それでね、どうぞ使いましたけど、まあうまく、まあ慣れてるだら慣れてるでしょうけれども、それがうまく機能しなかったというかね、だから DH 制にしても面白いだろうし、生徒パーでこうピッチャーが打席に立ってやってでも面白かったと思うよね、ピッチャーってみんなバッティング好きやからね、結構みんな打ちますよ、うん、割とね、うん、DH 制でもうこんなに簡単にいかれるとは巨人は思わなかったと思いますね、うん、セ・リーグに DH 制導入するっていうのは、ああ面白いに違いますかね、まあまあ野手使ってもらえるからね、まあ、ピッチャーはもう本当に常にこう回復できるんで、あったら面白いですよね、やってもいいんじゃないかな、野手が使ってもらえる選手がね、あれば使ってもらえるんで、またチャンスが広がるんじゃないかな、働ける場
場所が一つもらえるんで面白いと思いますね。まあ、8年連続日本一がパリっていうのもなかなか8年ね、いやいや、ソフトバンクは強すぎますよ、強すぎますって言ってもおかしい、競争の激しいからどん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 下から上がってきている、出たいがためにね。だから育成から上がってきた上がってきた言うけど、育成から上がってきたけど2軍から上がってくるのも同じことなんだけど、うん、2軍の選手より育成の選手の方がもっとハングリー精神あるじゃないかなって、今はあんまり言われてませんけどね、昔はって言われるけど、ハングリー精神っていうのはやっぱり悔しさ持ってるのは育成の選手なんで、だから見とはいいから見とけよというのがいい結果出てるんじゃないですかね。ドラフトでかかって入った選手はのんびりしてるわけじゃないんだけど、同じことをしてるんですけど、まあ考え方とか気持ちの強さとかが、そういうのがやっぱ下から出てくる、そして出てきたら負けないとかね、一軍に上がってそれが終わりじゃない、そこでまだ働くのをね、下でしっかりと技術をつけて、本当に気持ちもみんな強いのが今下から上がってくる選手、それがソフトバンクに多いじゃないですかね。それは人数にしたらめちゃくちゃ減ってますよ、育成なんかでもね。これでもう期間が2年ぐらいしかないんで、その間になんとかっていういろいろ書いてある、その同じ1時間の練習でも中身が違うから全然違いますから、下から這い上がってくる選手の強さっていうのがあるんじゃないですかね。